クラスは、イギリスの芸術集団パンクロックバンド、1977年から1984年にかけて活動した、政治思想、ライフスタイル、抵抗運動としてのアナキズムを実践した、またアナルコパンクムーブメントを一般化し、直接行動、動物の権利、フェミニズム、環境保護を主張した、アルバム、サウンドコラージュ、フライヤー、映像に、DIY に強調し、 政治行動を組織した。黒ずくめのアーミーファッションに、キリストの十字架、ハーゲンクロイツユニオンジャック、ウロボソスなどの権威のアイコンを融合させ、彼らの理念を表現した。クラスは、パンクやユースカルチャーに批判的だった。それにもかかわらず、彼らが推進したアナキストのアイデアは、パンクのジャンルをより持続的なものとした。その自由な実験とテープコラージュ、グラフィック、言葉、 死と即興表現からアバンギャルドパンク、アートパンクとして知られるバンドの中心的なメンバー、ペニー・ランボー。また、ヒッピーとパンクに共通するマイノリティのインディペンデント精神を取り出して融合させてみせたバンドでもあるポイズン・ガールズ。ポイズン・ガールズはイギリス・ブライトンのアナルコ・パンクバンド。ボーカル・ギタリストのビ・サブバーズはバンドの設立時。 2歳の子を持つの中年の母親だったが、しばしばアナキストの観点からセクシュアリティとジェンダーの役割を探求した曲を書いた1977年にセックスピストルズが巻き起こしたロンドンパンクムーブメントはメジャーシーンではすぐに収束したが、やがてアンダーグラウンドシーンで復活した、その代表的なバンドであるアナルコパンクの代表的バンドとして知られる。 その人気と影響力の強さにより、左翼と右翼の双方から仲間になってほしいと求められたが、左翼でも右翼でもなくアナーキストであると第三の立場を打ち出し、両翼から少なくとも敵とみなされることを逃れた。1977年、ヒッピー世代の元パフォーマンスアーティストのペニーランボーと、彼より20歳も若いパンクスのスティーブ・イグノラントが出会うことにより生まれた。 二人は互いの死を見せ合って共鳴し、乱暴が住んでいたコミューンで、ソホワットと、土ゼを売わす、エイリビングのデモを録音し、共同生活を始めた。このバンドの噂を聞きつけ、後のメンバーとその家族たちが集まった。最終的に、ここには12人の人間と20匹の猫が住んだ。当時、パンクバンドの発掘に熱心だった、スモールワンダーレーベルから、ファーストアルバム、 ザ・フィーリング・オブ・ザ・ゴセンをリリースした。しかし1曲目のアサイラムの歌詞が問題となり、2分間の無音トラックとして収めた。この反省から個人レーベルクラスレコードを設立。これは当時としては前人未踏の冒険であり、ジャケットの印刷はどの印刷所からも引き受けてもらえず、高価な印刷機を自分たちで調達するなど、後のパンクにおける DIY 精神の手本となった。 このレーベルからは自分たちの作品の他に、後続バンドといえるポイズンガールズ、ザモブ、ザウンズ、コンフリクト、キャプテンセンシブル、ククルラ、100組近いバンドを紹介している。クラスはダイヤルハウスの創設者であるペニー・ランボーとスティーブ、イグノラントとジャムセッションをした時から始まった。イグノラントはブリストルでパンクバンドザ・クラッシュの公演を見てバンドを結成したいと思っていた。 ランボーは前衛芸術グループのベテランであり、彼の本、リアリティアサイラムに取り組んでいた。二人は、ソフォアトと、ドゼヨウアス、エイリビングの二曲をドラムとボーカルのデュオで制作した。ちなみに、クラスになる以前には、デビッドボーイのアルバム、ジギースターダストの中の曲にちなんで、自身たちのことを、ストロムトルーパーと呼んでいた。他の友人や家族が参加し、クラスは、 北ロンドンのストリートで不法選挙のストリートフェスティバルで最初のライブを行った。彼らは5曲演奏予定だったが、地域住民が3曲目の後でプラグを引っこ抜いてしまった。ギタリスト、スティーブ・ハーマンがすぐにバンドを去り、公認にフィルフリーが参加した。ジョイ・デビーブル、イブ・リバティーンがこの頃に参加した。初期公演には、ニューヨーク4日間のツアー、コベントガーデンフェスティバルでの演奏。 ロンドン中心部のライブハウスでの定期出演などがある。校舎のパフォーマンスはしばしば休みがちだった。ある時、クラスはロンドンのコベントガーデンにあるロキシークラブで二度のライブ演奏を行った。乱暴によると、バンドは二度目のショーによって到着し、ステージから追い出された。このことは彼らの曲、バーキシーフロムザ・ロキシーと乱暴の自費出版雑誌のエッセイに影響を与えた。 事件の後、バンドは、ショーの前のアルコールとタイマーを避け、ステージでも、普段にでも黒ずくめのアーミースタイルの服を着用するようになった。クラスは、乱暴の友人の手でデザインされたロゴによって、バンドの背景を表現した。このロゴはバンドに、軍事的なイメージを与え、ファシズムの告発を表した。彼らのユニフォーム的なルックスは、個性というナノカルトに対する意見だったので、 多くのロックバンドとは対照的にクラスのリーダーは特定されることはないだろう。現実の収容所キリストは自己出版パンフレットのためのカバーアートワークとして考案され意図された。そのロゴは権力の遺根イコールキリスト教の十字架、ハーゲンクロイツ、ユニオンジャック、ウロボソスの融合だった。意図的に混在したメッセージを使うことはクラスの戦略の一部であり彼ら自身。 矛盾の断幕と表現していた。観客への挑戦。自分自身で決める。これにはラウドで刺激的な音楽や乱暴のダダイスト的なパフォーマンスアートと状況主義的なアイデアを用いて平和主義のメッセージを宣伝することだった。彼らは40ワットの家庭用電球の下で演奏し、ステージ照明を避けた。この照明条件下での撮影は技術的に困難であり、 クラスのライブ映像がほとんどないのはそのためである。また、ビデオ技術を使ってパフォーマンスを向上させるためのマルチメディアプレゼンテーションを始めたパイオニアだった。また、アナキストのアイデアを説明するパンフレットや資料をオーディエンスに配布した。1978年、クラスは初 EP、The Feeling of the 5000をリリースした。レコード制作工場の行員は、 アサイラムの死のキリストに対する冒涜的な内容から作業を拒否した。結局レコードはその曲なしでのリリースとなった。この事件によりクラスはレーベルに妥協させられる立場に置かれその素材に対する編集権限を保持するため独立したレコードレーベルクラスレコードを設立することとなった。再録音されたアサイラムの拡張バージョンはリアリティアサイラムと改名されその後 自身のレーベル、クラスレコードからリリースされた。その後、クラスと7インチシングルは警察によって調査された。さらに、ダイヤルハウスにまで、ロンドン警視庁の風紀取締班が来て、卒業を脅したが、結局、その事件は帰却された。リアリティアサイラムは普通のレコードの半額の値段で、販売され、クラスのできるだけ安くレコードをリリースするという。 ポリシーの最初の例となったが、バンドは、付加価値税を費用に分配することができず、売れた分の金額をそっくり失ってしまう。1年後、ザ・フィーリング・オブ・ザ・ゴセンの新作を発表し、元のバージョンのアサイラムを復元した。1979年、バンドは、ポイズンガールズからのローンで資金を調達した。セカンドアルバムを発表した。これは2枚組のアルバムで、 三面が新素材で四面がライブで録音だった。1980年代の次のシングル曲、チミドロ革命、ブラッディ・レボリューションズは、ポイズンガールズの事前リリースで、ワッピング・オータナミーセンターの資金として2万ポンドを調達した。この、チミドロ革命とは、革命闘争の伝統的なマルクス主義感に対する、アナーキスト平和主義の視点からの批判であり、 1979年9月に2つのバンドがパフォーマンスをしたロンドンのコンウェイホールでの暴力への対応であった。このショーは陰謀告発に直面しているアナキストのグループである人物不明、パーソンズアンノーンのための利益として意図された。パフォーマンスの間、社会主義の労働者と支持者やその他の反ファシストたちはネオナチスを襲い暴力を引き起こした。その後、 クラスは左翼が戦闘の責任を負っていると主張し、ロックアゲンストレイシズムのような組織は観客が左翼と右翼とに分化するようになっていった。他の人々はクラスの位置を批判し、クロポトキンのように彼らは政治をどうしたらいいのかわからないでいると述べた。パンクフォロワーの多くは彼らが右翼から受ける暴力を理解できないと感じていた。そのシートライバルとライバルレベルレベル。 ライバルとライバルレベルレバルは、コンウェイホールで起こった、ユースカルチャーの心ない暴力と、部族的側面に対しての意見だった。続いて、長崎ナイトメア、ビッグアリトルエーというシングルがリリースされた。最初の曲の強烈な半角の歌詞は、折りたたみ式スリーブのアートワークによって補強された。核エネルギー産業と、核兵器製造を結びつけるピースニュース誌の、マイクホルダーネスによる、記事。 イギリスの原子力施設の大きな地図ポスターなどが紹介された。レコードの反対面のビッグはリトル A はバンドの反国家主義者主義者で個人主義的なアナキスト哲学の声明だった。マジであんたは誰になりたいんだ。あんたがしたいことをする。俺は彼と彼女で彼女は彼女。だけどあんたはあんただけだろイブリーバティーン。彼女たちは19世紀の女性解放主義者。 ウルストンクラフトのように結婚と女性抑圧を攻撃した。1981年に3枚目のアルバム、ペニス戦ー、ペニスエンビーをリリースした。これはハードコアパンク風のアルバムだった。ファーストアルバムはクラスをグループに変えた。イブリバティーンとジョイデビブールによってより複雑なアレンジと女性ボーカルをフューチャーできるようになった。アルバムは結婚と 性的抑圧を攻撃するフェミニストの問題に取り組んだアルバム最後の私たちの結婚と題されたラブソングのパロディ曲は10代のロマンス雑誌ラビング誌の読者にソ・トとして提供されたクラスはこの曲をクリエイティブな録音とサウンドサービスとして提案したラビング誌は提案を受け入れこの無料のソ・トが あなたの結婚式の日をちょっと特別なものにするだろうと読者に伝えた。が、タイトルがあまりにも歪説というニュースとともに、その偽装が暴かれた時、タブロイド上での論争が起きた。ラビング氏の苛立ちにもかかわらず、クラスは方には触れていなかった。このアルバムは HMV では販売禁止にされた。そして1984年、マンチェスター警察によって東ブロックのレコード店から、 応酬され、店主は利益のためにわいせつ物を展示したと訴えられた。裁判官は、決定が控訴裁判所によって覆されたにもかかわらず、その後の訴訟で判決を下した。1982年、バンドの通算4枚目の2枚組 LP、キリスト、クリスト、ザアルバムは、レコード、プロダクション、ミックスのためにほぼ1年かかった。 クラスは自身たちのレコード制作の方法に疑問を呈した独自の視点による政治解説を主な目的とするグループとして彼らは世界の出来事によって追い抜かれ上長になってしまったフォークランド紛争が起こった速度とサッチャーが国内外で作り出した後輩はこれまでよりはるかにスピーディーに対応する必要があったキリストからこのアルバムはその中の何曲かに かなり時間がかかっていたが、暴動と戦争の差し迫ったことを警告した曲は、ほとんど上調になってしまった。トックステス、ブリストル、ブリックストン、そしてフォークランドは、俺たちがアルバムをリリースするまでは激しかった。自分たちの力不足に謙虚になり、その対応の遅さを恥ずかしいと感じた。それ以降のリリースは、バンドの音がベーシックに戻って、政治情勢に対する、 戦術的対応としてリリースされている。彼らは、シープファーミングのライブ録音をした2万枚のそのシートを匿名で制作し、ラフトレードレコードの流通倉庫の仲間たちによって、他のレコードのスリーブに無作為に挿入された。ロンドンの地下鉄に、反イコール戦争、アナキスト、フェミニスト、反イコール消費主義のグラフティメッセージをスプレーした、初期時代から、クラスは、 政治的な意志を持つ直接行動と音楽活動に関わってきた。1982年12月18日、バンドは西ロンドンジグザグクラブでの24時間の不法選挙に協力し、アンダーグラウンドパンクシーンは自身で責任を持って音楽を本当に楽しみ、企業の拘束や無理強いから自由であることができると述べた。1983年と1984年半。 イコールグローバリゼーション集会の前身、ロンドングリーンピース企画のストップザシティアクションに参加した。この活動は、バンドの最後のシングル、You Are Already Dead の歌詞とスリーブノートに示され、ヒーコール暴力的コミットメントへの疑いを表明している。それはまた、乱暴が説明したように、グループ内の意見の不一致を反映していた。バンドの半分が平和主義を支持し、 もう半分が必要に応じた暴力的な直接行動を支持していた。俺たちは混乱していた。それはうかつにもレコードの中に見て取れる。これはバンド内の内政につながった。一部のメンバーは激怒してポジティブな姿勢を見失った。この論争を通じてクラス名義の次のリリース、アクツ・オブ・ラブはクラシック音楽にペニー・ランボーの個重もの詞を合わせて他の事故の中に存在する。 団結、平和、愛の深い感覚を称えるものとなった。もう一つのクラスの偽装は、サッチャーゲートテープと呼ばれた。そこには、明らかに電話線のアクシデントから漏れた階段が記録されていた。テープは、マーガレット・サッチャーとロナルド・レーガンを素材として、クラスによって作られた。このやや不器用なテープでは、フォークランド紛争中の HMS 駆除艦の沈没について議論し、 米国とソ連の紛争によってヨーロッパが核兵器の標的になることに同意している。1983年の総選挙期間中、オランダの通信社を通じて報道機関にコピーが流出した。米国国務省と英国政府はこのテープが KGB のプロパガンダ工作だと信じていた。テープは匿名で制作されたが、イギリスの新聞紙ザ・オブザーバーはテープをバンドと、 結びつけた英国の30年ルールに基づき2014年1月に公表された以前に分類された政府文書は首相が個人的にテープを認識しそれを内閣と話し合ったことを明らかにしている英国議会でバンドについての質問がなされ Y 説出版法下で保守党のティモシー・エガールによる彼らのシングル曲 How It It Feel の訴追が試みられた 私たちは奇妙で恐ろしい舞台で自分自身を見つけた。自分たちの意見を一般公開したいと思っていた。それを同じような気持ちの人々と分かち合いたいと思っていたが、今、この意見は権力の回廊に住む暗い影たちによって分析されている私たちは政治的な力を得て声を出し、少し異形の念を持って扱われていたが、 それは本当に私たちが望んでいたものなのだろうかそれは何年も前に達成したことだったのだろうかさらにバンドはアルバムペニス戦法の多額の訴訟費用を負っていた。これは疲労やプレッシャーとともに共同生活や活動を続けることを強いるものだったで最終的に持ちこたえられなくなった。1984年7月7日、バンドはウェールズで鉱山労働者に 事前ギグを行った後、ギタリストエヌ・ウェイ・パーマーがグループを離れると発表、バンドは分裂した。2002年11月、何に、他の元メンバーは、クラスコレクティブとして、戦争に反対する声を伝える、Your You are Country Needs You のコンサートを、ロンドンのエリザベスホールで行った、ベンジャミン・ブリテンの戦争レクイエムや、他のパンクロックアーチスト、元クラスのピーター・ライトのバンド。 ジューダス2などが演奏した。2003年10月、クラスコレクティブは、ランボー、リバティーン、バウチャーといった元メンバー、コールドカットレーベルのマットブラックなどのジャズミュージシャンと協力して、クラスアジェンダに名前を変更した。2004年、クラスアジェンダは、北ロンドンで、ボルテックスジャズクラブを救うキャンペーンを主導した。2005年6月、クラスアジェンダは、ノーモアを宣言。そのグループ名を、 ラストアメンドメントに変更した。5年の休息の後、バンドは2012年6月に、ボルテックスでライブパフォーマンスを行った。また、ランボーは、ザ・シャーラタンズや、ジャパンサともセッションし、録音している。2007年11月24、25日、スティーブ・イグノラントは、ザ・フィーリング・オブ・ゴセンを、シェパーズ・ブッシュ・エンパイアで選ばれたゲストとして、ライブ演奏した。 クラスの他のメンバーはこのコンサートに参加しなかった。当初、ランボーは彼が書いたクラスの曲をイグノラントが演奏することを拒否したが、後で心を変えた。イグノラントの権利を認め、尊重するが、私はそれをクラスの精神の裏切りとみなす。イグノラントは別の視点から語る。俺は自分のしていることを正当化する必要はないね。さらに、今でも歌詞のほとんどは妥当だ。 そして3文字の単語、楽しむって覚えてる ?2010 年、クラスはクラシックコレクションをリリースすると発表し、カタログの再発行をリマスタリングした。元メンバー3人が反対し、法的措置を取ると脅した。彼らの懸念にもかかわらず、プロジェクトが進行し、リマスターは最終的にリリースされた。シリーズの最初は2010年8月にリリースされたザ・フィーリング・オブ・ザ・5000で、 10月にペニス戦ーとキリストの新しいエディションがリリースされた。批評家はリマスタリングされたアルバムの音質の向上と新しいパッケージングを称賛した。2011年スティーブ・イグノンとは最後の晩餐と題する国際ツアーに出た。彼は11月19日のシェッパード・ブッシュ・エンパイアを最終地としてツアーではクラスの曲を演奏した。イグノランとはこれが ランボーのサポートを受けて、クラスの曲を歌う最後になるだろうと言った。後半ではランボーが、ドゼヨーアス、エイリビングのドラム演奏のために、ステージに加わった。34年後、バンドが、キャリアが一周した。そして、ランボーがやってきたんだ。それで俺たちは曲を演奏した。何年も前に、これをやってた時みたいに、スタートみたいな終わりだったないグノラントのツアーでは、 キズバット、キャロル・ホッチ、ピート・ウィルソン、スパイク・ティ・スミスがラインナップされ、イブリバティーンが数多くの曲で加わった。2011年2月にアーティストのトビー・マットはニューヨークのロス・ギャラリーで彼のクラスのコレクションの一部を展示した。この展覧会ではアートワーク、アルバム、クラスレコードの7インチシングル、自費出版のジネ、インテル、ナショナル・アンセムなどが展示された。G バウチャーとペニー・ランボーの作品は、オリジナルのサッチャー・ゲート・テープの録音を、はじめ、2016年春のフォーカル・ポイント・ギャラリーでのパキュリア・ピープル・ショーの一環として、ラジカル・エセックスの歴史を祝った。バウチャーの作品を、アメリカは、2016年11月9日、ドナルド・トランプの米国大統領選挙を記念して、英国でリー・ミラーの新聞の一面に使用された。 2016年11月から2017年2月まで、コルチェスターのファーストサイトアートギャラリーでは、ジー・バウチャーの作品の開顧展が開催された。2016年6月、クラスの芸術、ザ・アート・オブ・クラスは、ライトボックスギャラリーで、アーティスト・技術者、ショーン・クラークが企画した展覧会の主題となった。この展覧会では、ジ・バウチャー、ペニー・ランボー、イブリバティーン、 デーブ・キングのプリントとオリジナル作品が取り上げられた。展覧会では、ペニー・ランボーラが、愛の石畳、ザ・コブル・ストーンズ・オブ・ラブを演奏し、クラスのアルバム、イエス・サー・アイ・ウィルの叙情的な解作が行われた。展覧会の最終日には、スティーブ・イグ・ノン・ランとの、スライス・オブ・ライフのパフォーマンスがあった。この展覧会は、ザ・アート・オブ・クラスのウェブサイトに掲載されている。 1981年のスティーブ・イグノラント。ペニー・ランボーにとって、クラスを結成するための最初のインスピレーションとなったのは、彼の著書、最後のヒッピーに衝述されているように、彼の友人フィル、ラッセルの死だった。ラッセルは1974年に、最初のストーンヘンジのフリ、フェスティバルを手伝った後で、精神科病院に入院し、その後すぐに死亡した。ランボーはラッセルが、 政治的理由から国家によって殺害されたと信じていた。スティーブ・イグノラントはザクラッシュとデビッド・ボーイを個人的影響として挙げている。バンドメンバーはまた実存主義と全状況主義、ボードレールの死英国の労働者階級のキッチンシンク文学と映画からの影響を挙げている。19世紀フランス象徴派の詩人、ボードレール、クラスはランボーやボードレールといった。 フランスの詩人の影響も受けている。クラスはロックからは稀だが、クラシック音楽、フリージャズ、ヨーロッパの無調音楽、ジョン・ケージやカール・ハインズ・シュトックハウゼンなどの前衛作曲家から、より強い影響を受けている。またクラスはそれ以降の英国、米国のアナキストムーブメントに影響を与えた。アナルコ・パンクの成長は、アナキストの考えへの関心を呼び覚ました。 1970年代後半と1980年代初め、平和運動と各軍縮のため、英国でのキャンペーンを活性化させた、クラスの影響力を過大評価しすぎているという主張もあるが、それでも1980年代、クラスの哲学的、神秘的な影響は、パンクバンドの広い範囲に及んだ。だが、後のフリーフォームスタイルを模倣する者は、ほとんどいなかった。 そのペイントされコラージュされた白黒レコードスリーブはバンクシーのような芸術家やサブバーティングムーブメントに影響を与えたかもしれない。ハンイコールフォーク芸術家ジェフェリー・ルイスは2007年のアルバム12クラスソングズはクラスの曲をアコースティックでカバーしている。スティーブ・イグノラント・イブ・リバティ・インジョイでビービル・エヌ・エバティ・イフジョイでル・エヴト・ライト・ペニー・ランボージー。 バウチャーミックダ・フィールド・サウンド・エンジニアで、サザン・スタジオ創業者のジョン・ローダーは、時に、クラスの9番目のメンバーとも言われている、スティーブ・ハマークラスクラスアジェンダ、ありがとうございます。